さあ始まりました、カツさんチャンネルです。今日はですね、W650 と、勝ったばっかりの、Z1000 でしたっけ、忍者戦ごめんなさい忍者戦、ハルパパとですね、今から下見ツーリング行ってみたいと思います。今御用の本なんですけど、それでは行ってみましょう。はい、ということで改めまして行きましょう。じゃあ Z750 さんもありがとうございました。今日はあのカッサンガレージの追加工事とですね、あとカーブを買ってくれたんですよね。ありがとうございます。それじゃあ行きます。さあ行きましょう。じゃあ今回僕は先導を取るということで、さあなかなかね、カッサンチャンネルも更新がないじゃないかとお嘆きのあなたにですね、やっぱりね、もうこれやっぱりカッサンチャンネルといえばやっぱりこう走りに行かないとね、カッサンチャンネルじゃないと僕も思いますんで、あのちょっと晴れパパをお誘いして、忍者戦っていうね、ラジアルマウントじゃないですか、あれフロント刺すね、フロント刺したフロントのブレーキ、おーマフラーすごいですね、左右から出てますよ4本。じゃあまず一番最初はですね、いつも行くお菓子屋さん前回カブで行った時お休みやったっていうことでちょっとあの会えてないんで、お菓子屋さんにご挨拶に行って、なんかカッサンに紹介したいガレージがあんねんって前も言うじゃないですか、だそれをちょっとまず会いに行く、まずそれですね。であと晴れパパにそのお菓子をご馳走したいっていう思いもあって、ぜひ食べてほしい。でそれとその後なんか晴れパパのなんかあの娘さんがバイクの免許を乗れるようになって、なんかいいちっちゃい あんまり大きくないバイク乗りたいってことで、じゃあちょっとバイクのヤード見に行くかいうことで見に行きます。その後、今日キャンプする場所に向かって行って、その手前で食材とかそキャンプに必要なものを買い込む&設営、もしそこで余裕があればその後まあちょっとお風呂行ったりとかですね、まあいろいろしたいなと。でまああの走りながらになるんですが、実は先ほどまで僕のガレージで Z753 ね、三重から息子さんと今日は来られて、めちゃ株詳しい息子さんなんで話意気投合していっぱい喋ってたんですけど、いや実は山親父さんが岡山からバイクを乗せて先うちに来てたんですね。それどういうことかっていうと、カッサンチャンネルで、バイクプレゼント、チャンネル登録者数1万5000人を記念してみたいな感じでやったやつで当選されたんですよ、僕が出してるその無料バイクをね。でそのバイクっていうのを Z753 が作ってくれたんですよ。そうバイクは僕が出したんですけどね、作ってくれたのを。それは当たった山親父さんが最近その刀400を納車されて、もう刀ばっかり乗ってるからねえ、もうこんな綺麗なせっかく作ってもらった原付乗る機会が減ったと、カッサンチャンネルのさらなる発展のためにもう一回戻しますと。で戻すんでまたこれを生配信でプレゼント企画でやったらどうですかって言って持ってきてくれたんですよ。なのでその動画をまた作ります、チャンネル登録とコメントをくれた方抽選して、その何でバイクプレゼント企画やるんで、ぜひよかったらっていう動画をまた作るんで、ちょっと引き続きですね、カッサンチャンネルのチャンネル登録と視聴応援お願いいたします。できて、あの前日にすごい大雨があったんで、だいぶ桜の花びらは散っちゃってるんですけど、まあ風は若干冷たいですけどね、やっぱりバイカー乗りとしてはこれいかなあかんね。ツイッターで金曜日の夜の段階でよし
土曜日はキャンプツーリング行くぞってつぶやいたらね、メロンパンさんから、いや雨めっちゃ降った後やから下ぬかるんでもうますよみたいな、だからなんやねんみたいなねだからやめろってことみたいな、やめないっすよほんまに、やめないっすよ。だって土日が晴れマーク出てて、まあちょっと今日本当はね土曜日まるまる晴れの予定やったんですよ。だからもう朝から晴れて大地ももうカラッとこうなんていうんですか、乾いてっていうイメージやったんですよ。でもなんかちょっと昼過ぎぐらいまで雨降ってたんで、ちょっとそういう意味ではキャンプ場の下のコンディションはちょっと怪しいです、うん、ちょっと怪しいけどって感じですね。それでも行くって感じですね。どうかに、あ、そうそう、大前提として僕は、まあ予約不要ね、料金不要みたいな、そういうキャンプ場が僕はキャンプに行くところなんですよ。お金そうなんです、2、3000円払って行くのやったらもう快活クラブ行くやんってことなんですね、僕の中では。なのでしかも無料はいっぱいあるけど、事前予約をしてなんかファックスしてみたいな、そういうのも興味ないんですよ、うん、やっぱりこうなんて言ったらいいんかな、デキレースみたいなやっぱなんかキャンプといえばなるべく自力でみたいな、うん、ご飯も自力で作ってとか、そういうのがキャンプの醍醐味なんで、あんまり事前予約あんま好きじゃないです。だからでもそうなると限られてくるんですね、うん、やっぱその例えばもともと僕らが行ったところでもゴミの問題とかで閉鎖されたりとか、まあ、コロナの問題でちょっとやめとこうかってなったり、結構いろいろそういうのあったんですよね。そんな中大阪のやっぱ豊岡ぐらいまで行くと結構もう言うたらほぼほぼ鳥取とかに近くなってくるとあるんですよ、そういう予約もせんでキャンプ泊まってもいいみたいな、デイキャンプって言ってその日に日帰りでいいんやったらあるんですよ。でもやっぱ泊まりたいってなると、泊まりたくて申請もなしってなると限られるんですね。で豊岡まで行くかと、まあ別に2時間も走れば別に日本海に行くんで、まあ、全然それもありやなっていうことでね、2人とも大型バイクなんで思ってたんですけど、まあ、より手軽で皆さんに紹介できるところで言うとやっぱりそうだな、2時間っていうとやっぱこう結構敷居も上がるんかなっていうところで、もっとこう気楽に行ける、しかも予約なしで行けるキャンプ場、しかも泊まれてないかなって、あったんですよ。そこを今日はちょっと行こうかなと。だから結構その予約なしで無料で泊まれるキャンプ場っていうのは今後この関西一円もう全制覇していくつもりで紹介していくつもりです。はい、まあそういうことでもないと、このダブル650の出番ないっす本当に。日々はやっぱりね、イベント NSR、カブ、ね、ミニカー、なんかスクーターとかなっちゃうんで、やっぱり何のためにダブル650あるんか言うたら、やっぱりね、キャンプやったり、やっぱりこう距離があるね、ツーリングだったりとかってことになってくるんで、やっぱこのダブルのどこどこ感をですね、こう感じながら行くツーリングはいいですね。排気量にやっぱ余裕あるんで、ドーッと行けますね。聞こえるかな、このダダダダ音、めちゃくちゃ気持ちいいですね。で晴れ場も大型ね撮ったってことで、こう本格的にちょっと遠出するっていうのにもちょうどいいのかなっていうで誘って、はい、一人で行くと寂しいんで一人はほんま寂しいんでね。一応名目としてはですね、僕の中でやっぱり僕がイベントを主催して今後やっていきたいなっていう思いもあるんですよ。じゃないともうカッサンチャンネルを続けていくモチベーションも上がらない、本当に。整備の動画なんてほんま腐るほどあるし、僕より詳しい人もいっぱいいるから、今までは僕は全然知らへんからまあ今も知らんねんけど、失敗するから面白かったっていうのもなんかね、ちょっと中途半端に分かってきたやつの動画なんて面白くないですからね。ただ
僕ヘッドスピン、頭で回るねブレイクダンスの技練習してる時に、めちゃめちゃ上手い人の動画って参考にならないんですよ。めっちゃすごすぎて、なんかこうなんていうかな、コツみたいなものであったりとか、自分に対してのなんかこのちょっとこう、あ、なるほどねみたいなのがないんですよ、すごすぎて。やったらちょっと分かってる人とか、最近ようやく分かってきたぐらいの、まあ、下手って言ったらあれですけど、僕のレベルに合ってるものを見た方が勉強になる。だから整備も、まあ、こういうツーリングも含めて、やっぱ自分に合ったレベルの人、前回カブの、ボアアップ後のテスト動画で来たとこですね。カブ売ってくれません、ナンバーついてないやつ壊れてるんでしょみたいなやつありましたよね。いやいや、あれ部品取りやねんみたいな、ここねここのプレスカブ狙ってたんですけどね。あ、なんか新しいバイク納車されてない、なんか新車のプレスカーブ納車されてましたね。テコ入れしてますね。ダメなんかな。で、ここのお店今日空いてるかな。空いてたらね、店長に挨拶して、あれパパに、空いてる、あ、空いてる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 、こんにちは。店長いますか。店長。あ、来ました。前来た時閉まってたんですよ。土曜日。土曜。ああ、ありました。僕ついていきます。ありがとうございました。あぶね。このね、コロッケ食べたかったんですよね。廃業されて。3月末までやるのにね、売れすぎてね、売るもんなくなったからいうことでね、廃業されたらしい。でね、僕ここ曲がったことないんですけど、今から行くのはその木田菓子店の店長が仲良くしてるというか、知り合いのなんか、カスさん多分あったら気が合うでっていうバイク好きな人のガレージに今から行きます。めっちゃいいっすね、理想やわ。カスさんのガレージの何倍あんねやろっていうぐらい、めっちゃいい理想っすね、広さも。ちょっとね、外の外観はちょっと見せてなかった、中だけ今撮影する。どうも、はじめまして、カッサンチャンネル、カッサンって言います。お願いします。ちょっと拝見させてもらいました。もうお恥ずかしいんですが、僕もちょっと YouTube ちょっとだけやってたんです。うん、なんか聞きました。今ちらっと見ました。あの株をなんかトライクみたいなしてるやつ見ました、ね。これですか、噂の。お、すげえ。おお、これ自分で作った。まあ、作ったというか、中華製バニーのフィアを寄せて作ってただけです、ね。うわ、これ、これ自分のやつ。これ自分のやつです。だから、雪でもいけるやん。雪の走行とかも一応上げてますから。すごい、ちょっと待って。一瞬待って。ほんで、中華製バニーエンジンなんで、バッキリアが出てるんですよ。いいよ、乗ってもらって。どうやったの。めっちゃセルないキックないから。セルなんですよ。セル、はい、どこにあるの。ここにあるんです。うわ、セル。うわ、この人おかしいわ。バックでいいのか。バックでいいの。いや、そうやけど怖いです。怖いやん。でも、それでバックなんですよ。ああ、バック。それで、ここバック。それバックで、逆に、前がバックいっただけで、後ろでやってるとニュートラル1,2,3ですね。はい、それでニュートラルで。ニュートラル。これ 1?で、その油圧が…このとかでも自作で、だから何とかしてるわけですね。あ、そうっすね。はぁ、カブの見た目を残したかったんですよね。ほんで、スノータイヤ、前後ね。それは、そうなんですよ。雪の時でも。たまたまマスタートレスがあったんですけど、すごっ。え、名付けてこれなんていう。名付けてないです、ね。名付けてないんですか。三輪カブです。三輪カブ。はい、ということですね。この602号線からちょっと入ったところのね、
まあ、秘密基地というかですね、まあ本当にね、まあ、あのバイク屋さんじゃないわ、木田貸し店のね店長が、あ、多分カッサンと話合うと思うけどっていうところから、行かせていただいてです、ほんまにもう数秒で友達になりましたね。めっちゃ面白いわ本当に。まああの株のねトライク作ってるの見たらもう一発でわかるぐらい、もともとなんかねゲンチャリのレースとかもやってたみたいで、だからそれであの機材とかもそのレースやってる人が辞めた人もね、あの残りの機材を受け取ったりとか、まああとやっぱ地元で農業をやってるから、やっぱから土地とか場所がめっちゃあるらしいんですね。いや、まあ、確かにちょっとほんまに紹介したいねんっていうだけのことはありますよね、ほんまに。もうすぐ仲良くなれた。また行きたくなりますね。めっちゃいい人やった。ですね、私この株を買ったんで、また今度取りに行きたいと思います。今日は無理ですけど、このカップロね買ったんで、いい買い物ができました。ありがとうございます。はい、ということでですね、私も入ってすぐ決めました。株買いましたよもうね、どんどん即決でね、バン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 やっていかないとダメですね。はい、ということでまた次の株ね、目標ができたんで良かったと思います。はい、でここからですね、その、キャンプするところなんですけど、まあ丹波篠山なんですけど、さっきも言ったように漢字の読み方ちょっとわからないんで、厳密にはちょっとわからないんですけど、ここから20キロですね。はい、20キロ先なんで、そこまで遠くない。まあ僕の場合なんて言うんですか、もうスタートが夜のこんなんでね、大阪から考えるとまあここまででだいたい1時間ぐらいもかかってるじゃないですか。ただここからさらにってなるんですけど、僕の場合はもうほんまにもう近所なんでね、だからまあそのぐらいの、だからまあここまでで、だから夜のこんから多分1時間ちょいなんですよね。そうそうそう、だからもし僕がそういうツーリングを企画とかしたらちょうどいいんちゃうかなって思うんですよね。で僕がまあこっから言うても20キロなんですぐですねって言ったら、晴れパパがいやいや、カッサンはもうあの日本全国旅してるんで、ちょっとあの距離の感覚違うと思うんですけど、20キロって結構あると思うんですけどって、そんな距離あるかなと思って、たかだか20キロ。まあとにかくあの今3時15分もう過ぎちゃったんで、ちょっといろんなとこで生バイク見たりとかね、バイクヤード行ったりとか、はい、お菓子食べたりとかしたんで、ちょっとあんまり暗くなって設営とかあんま良くないんで、初めて行くとこは特に、だからもしかしたら買い出しは後で行く可能性ありますね。まず行って設営してで寝る準備ちゃんとできてから、まああの買い出し行って、ほんで飯盒炊爨するというか、夜のご飯を作るっていうパターンかもしれませんね書いてましたけどね、知られたくないみたいな。これを右なんや、こっちですわ。なんとかダムって書いてたでしょ。だこれが普通の車で行くと、この行き違いがだんだん難しくなるっていうことを書いてたな。ここからダムの道になっていきます。この車もキャンプ行くんちゃいますか。おっそ、なんなん、わざとな、なんなん、ダム湖の近くには結構ね、そういうあのただで予約なしで使える、ありがとう、キャンプ場が多いですね。これ車で来るとドキドキする感じ、大きい車でハイエースとかね買いに来ると。僕らバイクやから全然大丈夫ですけど、
でもこう山の中のねこういうところってねやっぱ熊とかね鹿とか、まあここは熊はおらんかもしれんけど、僕もともと豊岡で行こうと思ってたあのキャンプ場は熊が出るっていう風になってましたね。兵庫県でも真ん中の山の中は危ないですね。これダムですね。これがダムですね。何ダムって言うんかな、これ。これこれこれ。うん。で、このダムを、ダム沿いを走っていきます。釣りしてる人いますね。やっぱ食べるもん買ってきてよかったかな。まあまあ設営だけ先にしましょう。暗くなる前にね。僕らバイクなんで別に買い出しに行く分にはさっと行けるでしょ。だからその時にこのエンジン音がうるさくないようなとこにバイクは止めなあかんし、これ釣りしてる人ね。こんなとこあんねや。今日は肌寒いし、やっぱ午前中も雨降ってたから人が少ないと思いたいね、うん、少なかったらいいな。だから晴れパパ釣り竿持ってたら釣りできたんちゃうかな、うん、釣り竿持ってくるべきやったんかな。結構ダム湖周辺に車止めて釣りしてる人いっぱいいますね。結構道がなんか荒れてきました。うわ釣りめっちゃしてる。ヘラやな、ヘラやってるね。なんかちょっと肌寒くなってきました。めちゃくちゃ寒いな。お、あそこちゃいます、多分ここやと思いますよ。キャンプするところ、あれが駐車場でしょ。あ、結構いますね、結構いますね。ここです、ここです。ここがトイレとか炊事場なんですよ。うん、ここっすね。ほらあそこでみんなキャンプしてる。あ、名前わかった。つば一自然公園、つば一自然公園だって。つば一自然公園でね、こういう動物がおるって。これ直し方をもう忘れたかもしれんな。早い、もうほら完璧です。ヘグないと今日きついから。はい、ということでバイクはここに置いて、テントを設営できました。川のせせらぎを聞いております。ここがなんと無料で予約なしで、使えるキャンプ場なんて、はい、じゃあそれじゃ買い出し行きます。ということでですね、今からもう設営は終わったんで、今から食材をちょっと調達にちょっと下山というかですね、したいと思ってます。 3.9 キロ先にスーパーがあるのを発見しましたんで、ちょっとそちらに向かって行こうと思います。到着まで7分、もうここら辺っすよ。ここらにあるスーパー大丈夫か、こんなとこにある、マジで。やってる、どこ、ここらしい。バイクある、バイク。あった、ここや。いきなりやった。37。いいやん、37。いいとこありましたね。
めっちゃ買い込んで900円でした。やばいです。さあ僕たちの夜ご飯はこれで準備できましたね。さっきはこっちから行ったんですけど、こっちでつばいちダムね、つばいちダム、なんかこの湖畔のなんかちょっと空いてるとこでも泊まってね、寝てる人もいるとか言ってましたけどね。つばいちダムですね。つばきじゃない、つばいちダム。でも多分つばきはなんか周りにあったからね、どういう意味かちょっとわからないですけど、つばいちダムですね。これパパはやっぱ釣りしたいんじゃないですか。竿もね、携帯できるようにしとけば釣りもできたんでしょうけど、ちょっと逆方面からちょっと湖、お滝ですね、滝があります。滝、こういうとこですね。多分こういうとこでキャンプする人もいるみたいですよ、湖畔の周りでね。ただトイレがないっていうね。まあでもどんな動物が出るかいうので、クマは出てなかったから、あ、ここほらキャンプしてますね。釣りもできてキャンプもできて予約なしで出入り自由ってめっちゃいいんちゃいます。まずご飯はですね、早めに水を入れてちょっとふやかしておくんですね。5ポイントです。今日は焼肉、じゃあ照り焼きチキンとこうハムエッグ、じゃあねえですね、卵オムレツ、オムレツと照り焼きチキンとご飯で、まあ、こういう野菜ね、あと天ぷらね、お菓子、お菓子、デザートね、お酒、水ね、もう1000円ですからね、安いですね。それじゃあ乾杯。バイ。ハルパパはそこです。いいっすね。冷えてますよね。だからね、もう何もせんで。冷えます。自然だ。今車な2、4、6台？ 7 台ぐらいですね。皆さん思い思いにキャンプしてます。なかなかいいんじゃないですか、これで増えんかったら、ね、このぐらいの数、ね、やっぱ旅バイクですね。ダブルは似合います、キャンプに最高。ハルパパは火起こしにちょっと手間取ってるようです。僕も、メスティンの水の入れる量を間違って多く入れすぎたんで全然炊けてないです。やり直してます。ハリパパがカップラーメンを作ってます。米持ってこんの忘れたらしいです。あー、もう酔っ払いました。もうビール3本飲んでます。いいっすよここめっちゃ。加古川の源流、48年にダムが完成された、それのことですよね。要はダムの、まあ、キャンプサイトってことですね。直火はダメですよ、直プレート引いてください。マムシいますからね、マムシ。川もつ、オーシャンス、オオサンショウウオいますよ。マジで、ウサギ、サル、イノシシ、シカ、キツネ、タヌキ。でもこの絵もだいぶ古いけどね、平成6年。ああでも平成6年か。へえ。さあできてるんでしょうか。おお、できてるぜ、米が。全然、うん、まあまあ、やっぱご飯がうまく炊けると最高っすね。テントの中はこういう感じですね。寝袋と結構割とポップアップテント広いんで、なんか結構余裕持って
過ごせます。ポップアップテント最高。あとはもう酔っ払って、はい、もうゆっくり寝るだけですね。早めに寝て早く起きましょう、ね。おはようございます。はあ、ただいま朝の6時です。だいぶ水滴が結露してね。水滴が結構結露して、こうやってスポツってなってるでしょね。だからキャンプにはね、1枚タオルを持ってきた方が絶対いいです。はい、わけですか。もう一回ね、3時半ぐらいに起きたんですけどね、白夜というか月が綺麗でしたね、すごい。じゃあなんか朝飯でも作りますか。ビール全部飲みました。バイクはこんなに霜が降りてます。ほらめっちゃ寒いの分かりますね。車4、5台ですからね、土日で。めっちゃいいです。朝飯作ります。ラーメンができようとします。そしてこちらコーヒーとサバ缶。サバ缶はハルパパで。いいわ、さあ帰りましょう。あ、気持ちいい。もう朝から釣りしてる人もいますね。ブラックバスいましたからね。ブラックバスもいると思います。本当に椿市ダムということですね。椿市ダムの無料キャンプ場を今回はご紹介しました。またですね、関西で一泊して帰れるような無料キャンプ場ね、今後も紹介していこうと思いますんで、ぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いいたします。やっぱ予約なしっていうのはいいですね。予約なしで、チェックインチェックアウトの時間制限もなしで、今回焚き火も OK ね。焚き火しませんでしたけど。で18分ぐらいですかね、15分ぐらいで、なんていう、買い出しに行けるスーパーもありということで、魚釣りもできるというところで、多分夏場なんかはあそこの何キャンプの前のたまりの湖ちょっとしたところで泳いだりとか水浴びする人もいるのかなと思います。本当に大阪からですね2時間、夜のからで言ったら1時間で来れる絶好の場所にあるところで、割と兵庫県の丹波篠山というですね、そんなに山奥でもないところにぽっかりあるすごくいいキャンプ場でしたね。ゴミ持ち帰り、そこもしっかりやらせていただきました。ツイッターとかでもね、ここを守る会みたいなツイートというかあるぐらいで、やっぱりここを守っていきたいと、しっかりちゃんと育てていきたいみたいな方をですね、もう有志の方がボランティアでやっぱり運営されてるんで、絶対にゴミの持ち帰りはしてください。はい、でトイレの方もですね、やっぱりトイレットペーパーがあるのが当たり前じゃないし、トイレも綺麗に使ったりとか、もう本当に来た時よりも綺麗にっていうのを意識して出るようにしてください。でも当たり前ですけど、バイクの場合ね、深夜遅くとか早朝はエンジンを切ったりとか、
まあ、朝とかね、普通の夕方とかは別にね、あのバイクで乗り入れてもいいと思うんですけども、そういう、まあ、マナーであったりとか、夜中まで騒がないとかね、すごいね、過ごしやすかったです。うん、サラ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 ーっていう、こう川の音がすごい心地よくて、あの逆に何でシーンとしてるわけじゃなくて、川のサラサラサラーって音がしてるんで、まあ多少ちょっとどっかでいろんな話し声とかも全然聞こえなかったですね。動く音とかもほぼほぼ聞こえなかったです。でこんないい場所やのに、まあそうですね、車が7台ぐらいでしたかね、マックス。うん、キャンプやってる人もそんなゴミゴミしてるわけでもないし、めっちゃ良かったですね。つばいちダムキャンプ場、お送りいたしました。また次回もお楽しみください。カースタムチャンネル、それではありがとうございました。